10月19日で芸能3周年、つまりグラビアアイドルになって3年経ちます。はい。でですね、その皆さんのおかげでここまで来れたんですけど、なんかやっぱり、なんかその自信ないまま仕事をやるっていうのは、関わってくれてる方たちにも失礼だと思うし、なんかまず、そのもっと可愛くてもっとスタイル抜群の子がいる中で、まず自信がないって、なんかその戦場にも立ててないと思うんですよ。ここ数年間で自分が一番なんか見た目が良かったのっていつかなって思ってたら、こちらの写真を見ていただきたいんですけど、ドン !18 歳の秋の写真なんですけど、まあ私の動画とか写真をね、よく見てくださってる方はわかると思うんですけど、今より細いけど残すべきとこは残してるみたいな。決して細くはないんですよ。ムチムチなんですけど、今よりスタイルいいじゃないですか。私は、10月19日までに、この時に戻しますっていうのをね、はい、伝えようと思ってるのが撮ってます。なんかまあ見ていただいたらわかると思うんですけど、まあ、決して細くないんですよ。なんか私が痩せますとか言ったら、やっぱね、私を好きな方はぽっちゃりの方が好きな人が多いので、なんかやめてみたいな、痩せないでみたいな、すごい今がいいんだよみたいに言われるんですけど、まあ、私はやっぱ自信を持ってお仕事をしたいので、これも前言ったと思うんですけど、なんかアンチみたいな人になんかただのデブじゃんとか言われても、もう何も言いたくなかったですよ。いや、そうなんだよね、みたいな。なんか、こんなんだけどやらせてもらってます、みたいな感じだったので、でもなんかそこに腹立つぐらい自信をつけたいいなと思って、なんかそれですごい良くないなと思ったんですよ。いや、私のスタイルすごいけど、みたいに。はぁって思えるぐらいになりたくて、なんか、その自信がないから、だからもし自分にもっと自信があって、今よりスタイルが良かったら、なんか取れてた仕事もあるかもしれないって思うと、すごいね、それは後悔しなきゃいけないとこだなって思うんですよ。なんか自分で変えれる部分で、なんかそういう思いをしたのはすごいもったいないなって思ってて、わかんないけどね、どうなってたかは。でもなんかやっぱ生まれながらにしての顔とか骨格は変えれないけど、ついてるお肉と筋肉はどうにかできるなと思いまして、今私結構昔よりだいぶ筋肉がついちゃってるので、とりあえず、まあ、数字で言うとね、5キロ落とそうかなと思います。だから毎週1週間に1回現状報告動画を出します。やっぱね、どんな衣装を着てもどの角度から撮られても、なんか 100% 自信がある人ってなかなかいないと思うんですけど、なんか私はね、そうなりたいので、はい、私は変わりたいと思います。というわけで、次の動画になるのかはわからないですけど、現在の体重と体型公開動画と、毎週1本現状報告動画を出していきたいと思いますので、なんかね、同じような悩みっていうか目標を持ちたいなって思っている方は、ぜひ一緒に頑張りましょう。で、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。あと、はい、では、ちとしよしのでしたー。